環境影響評価法、環境影響評価法、環境影響評価法、交付、平成9年6月13日法律第81号最終改正、平成26年6月4日法律第51号は、日本における、環境影響評価、環境アセスメントの手続きについて定めた法律である。大規模公共事業など環境に大きな影響を及ぼす。 恐れのある事業について、その事業、公共事業のみならず、民間事業者によるものも含む、を実施する事業者自らが環境への影響を予測評価し、その結果に基づいて事業を回避し、または事業の内容をより環境に配慮したものとしていく、環境アセスメントについての手続きを定めた法律はある。1981年に、 環境影響評価法案として国会に提出されたが、1983年に廃案となる。1984年に環境影響評価の実施についてが閣議決定された。1993年に制定された環境基本法において、環境アセスメントの実施が位置づけられ、1997年6月に環境影響評価法が成立した。 2011年、平成23年の改正により、事業実施大会前の戦略的、環境アセスメントとして、配慮書手続きが導入された。アセス法ともいい、道路、河川工事、鉄道、埋め立て、発電所等の工術する13棟類の事業が対象とされる。土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者が、 その事業の実施にあたりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることに鑑み、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる恐れがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続きそのよその事項を定め、その手続き 等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置を取ること等によりその事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保しもって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。第1条 環境影響評価とは、事業の実施が環境に及ぼす影響について、環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測、評価を行い、その事業の環境保全の措置を検討し、環境影響を総合的に評価することを言う。第2条第1項。第1種事業、第2種事業の内容及び規模を規定している。対象事業は、第1種事業と、 第2種事業のうち第4条に定めるスクリーニングの手続きにより環境アセスメントを実施すること,となった事業である。対象事業第2条第2から4項。国、地方公共団体、事業者及び国民は環境影響評価の重要性を深く認識して環境影響評価の手続きが適切かつ円滑に行われ、事業実施による 環境負荷をできる限り回避、低減すること等の環境、全の配慮が適正に行う。第3条。第3条の2では、第1種事業の実施者は事業に係る計画の立案の段階において、環境の保全のために配慮すべき事項、計画段階配慮事項について、検討を行わなければならないと規定している。第2種事業の場合には、 配慮書の手続きを任意で行うことができる。第3条の9。第4条では、第2種事業について、本法律に基づく環境アセスメントを行うか、どうかを判定する、手続き、スクリーニングについて規定している。第2種事業を実施しようとする者は、その事業の許認可を行う、行政機関、許認可権者に、事業の実施区域や、概要の届出を行い、 許認可検者は都道府県知事に意見を聞いて届け出から60日以内に環境アセスメントを行うかどうか判定を行い実施者に通知する。第5条から第10条までは方法書についての手続きを規定している。方法書は対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査予測及び評価の手法等当該事業の環境アセスメントの方法を 着物である。事業者は、方法書を作成し、以下を行う義務を有する。関係都道府県知事は、関係市町村の意見を聞いて、90日以内に、事業者に対し、方法書について、環境保全の検知からの意見を書面により述べることが、できる。第10条。事業者が、方法書についての都道府県知事等の意見が述べられた、には、これを勘案して、 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定すること、第11条第1項、その項目及び手法に基づき環境影響評価を行うこと、第12条を規定している。なお、対象事業の特性に応じた、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法等について、意見を求め定めていく。 第5条から第11条にかけての手続きのことをスコーピングというが、このスコーピングの指針について、主務大臣が環境大臣と協議して定めること、第11条第3項、環境大臣は、主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表すること、第13条を定めている。 第14条から第20条までは準備書についての手続きを規定している。準備書は事業者が対象事業に係る環境影響評価を行った後、その環境影響評価結果等について記載したものである。事業者は準備書を作成し、以下を行う義務を有する。関係都道府県知事は関係市町村の意見を聞いて、108以内に事業者に対し、 意見書について、環境保全の検知からの意見を書面により述べることができる。第20条。事業者は、準備書についての関係都道府県知事等の意見に、対して準備書に検討を加え、修正が必要であると認めるときは修正の区分に、応じて措置を講じた上で、評価書を作成し、作成した教科書を、許認可当言者に送付しなければならない。 第21条、第22条第1項。許認可当合者は、環境大臣に評価書の写しを送付して、意見を求めることができる。これに対して、環境大臣は、意見を書面により述べることができる。許認可当合者は、環境大臣の意見を勘案し、事業者へ意見を書面で述べることができる。第22条、第2項、第23条、第24条、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。